はい、こんにちは、ちゃんつーです。本日は呉服屋さんの冬のコーディネートをご紹介していきます。ちなみに私の今日のコーディネートはこんな感じになっています。コーディネートのポイントはお下がりの着物なので若干短めなので浅田にはフリフリの袖を見せているっていうのと、クリスマス近いのでちょっと華やかな帯に結びにしているところが今日のポイントになっています。個人的には足元がつよつよで大好きです。ありがとうございます。ちょっとあのかっこいい落としたりしております。それでは皆さんのコーディネートも見ていきましょう。では先生の今日のコーデのポイントを教えてください。はい、今日は愛の絞りの着物を着てるので、ちょっとここに青を着物の一色の青を入れて、ちょっと帯のお太鼓の方はラベルの入ってる帯をチョイスしました。あ、キラキラ、はい、すごい素敵、ありがとうございます、はい。じゃあ今日のコーデのポイントを教えてください。はい、今日のコーデのポイント、黒と緑、それだけですなんかお顔も雰囲気変わりましたね。あー、ちょっとひげ生やしてますイメチェンってやつです。イメチェン気になさらずワイルド系になってるありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日のコーデのポイントを教えてください。今日は、昔々の半幅帯を使ってます。へえ、そんなに昔々なんですか。25、6年前のですね。素敵な帯、帯結びも見ていいですか、後ろ。あ、かっこいい。これはなんていう結び方なんですか。貝の口、はい、すごい素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のコーデのポイントお願いします。はい。コーディネートのポイントはこの半襟と可愛い帯留めちょっとワンポイントで明るい色入れました。帯が半幅帯なのでちょっとリボン結びにしてます。あと足袋がちょっと可愛いうさぎちゃんだったりとか、小物でポイントを入れてます。リボンちゃん、お願いします。はい、私もちょっと色違いの小物帯留めと、こちらの置物も色違いのヒョウ柄になっておりますで、帯もレースの帯になっていて袋帯になってます。で、こちらもあまり小結びにしております。足元の足袋もレースになってまして、あと草履もこちらレースとパールでちょっとおしゃれをしてます。はい、じゃあ今日のコーデのポイントを教えてください。はい。
はい、まあ、お正月というのでですね、ちょっとおとなしめな感じの、まあ、つけ下げ訪問着的な感じですよね。ちょっと大人っぽくしてみました、いつもより、はい、で裾は富山の灯台と八田地海岸と、うん、ですね。であとこちらが新米小浜かなっていう感じのお柄で、一応意識して作っていただいた感じの着物です。で帯は小糸さんのお薬友禅の帯を合わせて、まあ、波絡みで合わせてみました。あとはトータルはお土産も帯締めもあんまり印象深くしたくなかったので、同色にしてまとめ上げました。ありがとうございます、はい、素敵です、はい、ありがとうございます。コーデのポイントを教えてください。今日のコーデのポイントは、まあ、なんといっても中に着てるものですかね。戻って見せることでちょっとおしゃれっぽくっていうふうに、まあ、同じちょっとくすんだ色なんで、かなりいい組み合わせかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。だいぶこなれてきましたねそんなことないですよ、前回よりも前回はもうね、緊張しまくりでした、ね、初めてだったから、はい、ありがとうございます。コーディネートのポイントを教えてください。はい、洋服のベルトです。かわいいです。帯結びもすごいかわいいですねそうですか、後ろを見てもいいですか、はい、お太鼓かと思ったら半幅でお太鼓風、はい、すごく素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。ポイントを教えてください。はい、インナーが、まあ、赤と白と黒のちょっと普通の襟のシャツ着てて、あとは羽織ですね。季節外れの彼岸花羽織っていう、まあ、これ商品名なんですけど、それ着てるんで、後ろにもこんなのがついてたりおしゃれ、はい、そんな感じの羽織を今日は着てます。すごい、赤と黒でめちゃめちゃかっこいいですね。あ、そうですね、赤と黒を好きなんで、うん、赤黒でバシッと決めました。わー、すごい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日のコーデのポイントを教えてください。はい、今日のコーデのポイントはこの袖から見えてるメッシュ部分です。冬なのでね、寒いかなっていう感じの印象はあるかもしれないんですけど、うん、その下にもう一枚着てるので実は暖かいでしょう。暖かい、すごい、はい、スカートもそうなんです。ブーツだ、かわいい機能性を重視しました。動きやすそうですね。そうですね、やっぱり着物で仕事するといえども、移動とかなんだかんだ仕事してる時はね、いっぱい動くので足さばきのいいスカートがおすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今日は呉服屋さんの冬のコーディネートをご紹介していきました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。